車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト、ツッチーパフォーマンスです。今回はお台場にあるシティサーキット東京ベイっていうところに来ております。こんな感じ、はい、というわけで今回トムスさんからお話をいただいて、オートサロンに出店してた車、それが今回こちらに集合しているということなんで、それを見に行きたいと思います。ちなみに今回案件ではございません。本当にトムスさんからお話をいただいて、僕の興味本位で来ております。そしてですね、ここの施設の紹介させていただくと、こちらメガウェブの跡地にできたシティサーキットでございます。 EV のカートに乗ることができて、まあ、EV なんで音がしないんで夜10時ぐらいまで乗れて、しかも屋外コースと屋内コースまで備えたスペシャルな施設でございます。で、今回この施設も紹介してくれるということなんで、一緒に見に行きたいと思います。改めてよろしくお願いします。いいですか？はい、今回これコラボなんですか？これダブルブッキング説があるんですけど。ダブルブッキングじゃない。こちらが受付になります。こちらから入っていただいて、受付の担当の者が予約時間確認してリストバンドをつけていただいて、はい、12週で3500円、はい、1日だったら4000円。なるほど、なるほど、なるほど。貸し切りとかもやってるんですよね。貸し切りもやってます、はい、わ、中も広い。まずこちら1番って書いてあるところにいただいて、はい、シャワーついてんすか？はい、シャワー。すげえ。こちらで映像を見ていただいて、まずは学んでいただきます。これさっき勝手に行っちゃったんですけど、この上テラスもあるんですよね。はい、こちらで、はい、VIP ルーム先にご案内します。はい、だって今日 VIP の岩さんがいるから。何を言ってんの、はい、入らないわけがないやん。いや、気になるな、 VIP ルーム。 VIP テラスいいっすね。コース見えるじゃないですか、これ。いや、 VIP ってどういう括りで VIP なんですか？VIP はですね、ツッチみたいな登録者数10万人以上。マジでさ。そうするとちょっと僕入れないんですけど。そういうの良くないよ。本当。ちょっとそうするとうちのチャンネル入れないんですけど。わ、すごいすごいすごい。おしゃれ。あー、これ上からコースが眺めれて、ちゃんと VIP の方にもテラスがあって、東京のこのビル群を見て、夜だったら夜景になってるわけですよね。だ、 EV カートと静かだから、都内でちゃんとこういうことができる。では続いてこのコースを紹介してくれるらしいんで、これ何キロぐらい出るんでしたっけ？マックス70キロぐらい。70キロ出るんですか？結構出るっすね。はい、で結構電気なので加速が良くて、やっぱみんな面白い面白いって言ってくれる方が。これ70キロってここのストレートの話？こっちがここの、ここ最終コーナーなんですけど、この立ち上がりからのからブレーキするところまでが大体70キロぐらい。ここで70キロ出るんですか？出る、これで。やば。出るんです。でこれ1周どれぐらい平均で回ってくるんですか？だいたい早い人だと31秒フラット、ま、前半とか。へー、なかなかいない。走ったことあります。ここが僕が一番ベスト。あ、マジで？おっと、ベストタイムおった。で、タイムは？僕は30秒9です。なるほど。30秒切れないんだ。いないです、僕以外見てないですよ。じゃあ今日うちのガチ勢を投入して、コースレコード樹立して帰りますんで。いやー、あー、でも結構歩くと幅広く感じますね。そうですね、大体7メートルくらい。7メートル。はい。じゃあ全然追い抜きとかもバンバンできそうな。追い抜きは全然、はい。さあ続いて EV カートに実際乗せてもらえるということなんで、乗ってみたいと思います。今回はピットワンの岩瀬さん来てますんで、ボコボコにしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。よっしゃー。ボコボコにされました。あ、ちょっと早いやん。
え、マジっすか。ツッチの方が早い。あ、勝ってた。あれあれやったやった。これどっち勝ちだろう。タイムタイムじゃないこれ。どっち勝ち。いやいや、急にタイムに切り替えて。ボンドさんチームのね2名はい、そうですね。どれぐらいのタイムでいけるのかなと。東京で池田くんといつものカメラマン、はい、あのニュルでも爆走してたその2人も今回走りますんで。さあここからはうちのガチ勢2人を投入してシティサーキット東京ベイのコースレコードが樹立できるのかやりたいと思います。だいたい2人ともレーシングスーツにメットとグローブ全部持参ですから。そして2人ともタイヤを温めるところから始めるっていう。二人ともお疲れ様。すごい。どうだった？いや、トルク。トルクすごい。やっぱエンジンと比べて、こうちっちゃいところだと、ピュンってこうトルクがかかって立ち上がりは早いですよね。で全然エンジンカートよりもトルクがあって走りやすい。コース的には？コースも面白いですね。あ、本当に？テクニカルで、あの意外とあのここのコースって後半セクション登ってたりとか下ってたりがあるんで。そこの例えばブレーキのかけ方とか結構楽しめると思います。じゃあガチ勢でも攻略しがいがある。あると思います。なるほど。うちのカメラマンはいやきつい忙しい忙しいよねこのコース。忙しい。カートはいやいや意外と速いです。重さは結構感じます。あ、感じるんだ。そうなんだ。じゃあやっぱりエンジンカートと違う乗り方が必要。いやいやそんなんでもないと思う。延長線上でできそうな感じ。ガチ勢2人乗って楽しめるということで、多分どんな方でも楽しんでいただけるシティサーキットじゃないかな。スポーツいきます。いやめっちゃ楽しいぞこれ。